海と日本プロジェクト in 福島。福島県の海の魅力、私たちにとって大切な海に関する取り組みなどを紹介します。綺麗な街は人の心も綺麗にするをコンセプトに、東京で誕生したグリーンバード、その精神に賛同し、いわき市内で定期的に清掃活動を行っているのがグリーンバードいわきチームです。普段街を歩いている時と自分がゴミ拾いをする時っていう時で、やっぱりなんていうか見る視点が変わるというか、あ、こんなところにゴミがあるんだなとか、こんなものが落ちてるんだなとか、まあ、いろいろなんでこれ捨てたんだろうなとか、いろいろ見方が変わるので面白いなっていうふうに思ってます。グリーンバードいわきチームの特徴は、母体が障害福祉の NPO 法人のため、障害を持った方も積極的に参加していることです。障害があっても健常者でも一緒にゴミ拾いをするっていうところで、自然にこう交流が生まれてっていうところで、やっぱりゴミ拾いっていうツールとして街をきれいにしながら自然にコミュニケーションが生まれるっていうのがすごくいいなっていうふうには感じてます。海のゴミの8割は街から流れ着いたものと言われます。街のゴミ拾いに取り組むグリーンバードいわきチームは、その活動内容を海ゴミゼロアワードという海洋ゴミ対策事業に応募しました。海がきれいになっているとかっていう実感はないんですけど、ただやっぱり継続的に同じところを川沿いとか掃除してると、やっぱり先月よりはゴミが少ないなとかっていうのは感じるので、まあ、そういうのが結果的に海の、まあ、そういうきれいさとかにつながってたら嬉しいなっていうふうには思いますね。グリーンバードいわきチームの皆さんは、いわき市民の皆さんにも気軽にゴミ拾いに参加してもらうことで、自分たちの街をもっと好きになってほしいと願っています。やっぱりポイ捨てしちゃうんですよねみたいな方々にとっては、そういう罪悪感を減らすためにも一回参加して拾う側に回ってみてはいかがですかみたいなところも面白いかなと思います。グリーンバードいわきチーム、ゴミゼロを目指して。